2002FIFA ワールドカップ決勝 2002FIFA ワールドカップ決勝は2002年6月30日に神奈川県横浜市港北区の横浜国際総合競技場で行われた第17回目の FIFA ワールドカップの決勝である。初の2カ国共催となった 2002FIFA ワールドカップの組み合わせはグループリーグ決勝トーナメントとも 日本と韓国で半数ずつの試合を行うこととなっていた。2カ国間での頻繁なチーム移動を極力避けるため、グループリーグ AD は韓国で、グループリーグ EH は日本で行った。決勝トーナメントでは、グループリーグ A、C、K、H を勝ち上がったチームが準決勝までを日本で戦い、日本ゾーン、グループリーグ B、D、E、 G を勝ち上がったチームが準決勝までを韓国で戦う韓国組み合わせとなっていた。この結果、日本ゾーンと韓国ゾーンのチームが対戦するのは決勝と3位決定戦、韓国、テグスタジアムのみとなっていた。日本で行われる決勝は韓国ゾーンを勝ち上がったドイツ、優勝3回と日本ゾーンを勝ち上がったブラジル、優勝4回の組み合わせとなった。 両国は第二次世界大戦終了後の第四回大会以降、1978年アルゼンチン大会、この時の決勝の顔合わせはアルゼンチン対オランダを除いて、どちらかが決勝に進出しているが、決勝に限らず両国がワールドカップで対戦するのは、これが史上初であった。ドイツはグループリーグではグループ E、日本に入り、 初戦のサウジアラビア戦、札幌ドームで FW ミロスラフ・クローゼのハットトリックを含む大量8得点を挙げて、勝利し、8から0のスコアは200年大会の最多得失点差となった、続くアイルランド戦、カシマスタジアムはクローゼのゴールで先制するも後半ロスタイムにロビーキーインに同点ゴールを決められ1から1のドロー、最終戦のカメルーン戦、 横浜国際総合競技場では、クローゼと MF、マルコ・ボーデのゴールで2から0で勝利し、勝ち点7、2勝1分けの1位で、決勝トーナメント進出を決めた。予選3試合すべてにゴールを挙げた、クローゼの校長が光った。決勝トーナメントは、韓国ゾーンに入り、1回戦で、グループ B2 位のパラグアイと対戦、最終ワールドカップ競技場。 攻めきれない時間が続くものの後半終了間際に FW オリバーノイビルのゴール1から0でパラグアイを振り切った。準々決勝はアメリカと対戦ウルサンモンジュサッカー競技場前半39分の MF ミハエルバラックのゴールを守り切って再び1から0での新勝。準決勝は地元の応援で勢いに乗る韓国と対戦ソウルワールドカップ競技場 圧倒的アウェイの状況の中、後半30分のバラックのゴールで1から0で勝利。決勝へと駒を進めた。ブラジルは、グループリーグでは、グループ C、韓国に入り、初戦のトルコ戦、ウルサン・モンジュサッカー競技場では前半終了間際に、先制を許すも、後半の FW ・ロナウド・ MF、リバウドの得点により2から1で逆勝ち。続く、中国戦。 最終ワールドカップ競技場では、DF ロベルトカルロス、MF ロナウジーニョとロナウド、リバウドの揃い踏みで4から0で圧勝。最終戦のコスタリカ戦、スイバラワールドカップ競技場も、ロナウドの2得点などで5から2で、勝利、3戦全勝の勝ち点9で、決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント進出は、日本ゾーンに入り、1回戦で、 グループ H2 のベルギーと対戦、神戸ウィングスタジアム、ベルギーの剣手に苦しむも、後半のリバウドロナウドのゴールで2から0で、ベルギーを下した。準々決勝は今大会の、死の組とも呼ばれたグループ F を勝ち上がったイングランドと、対戦、静岡スタジアムウェコパ、ー、イングランドの FW マイケル・オーウェンに先制を、許すも、前半ロスタイムに、リバウドのゴールで同点に追いつき、 後半5分のロナウジーニョのゴールで逆転し、2から1で準決勝に進んだ。準決勝では、決勝トーナメントで開催国日本と、台風の目と称されたセネガルを下して、勢いに乗るトルコと対戦。埼玉スタジアム2戦に、ボール支配率で劣勢に立たされるものの、後半のロナウドのゴールを守り切って1から0で、勝利し、決勝に進出した。エース FW のロナウドは、 準々決勝以外の全ての試合でゴールを挙げるなど、好調を維持していた。試合は、ここまで16得点と圧倒的な攻撃力を誇るブラジルに対して、準決勝までわずか1失点と堅守を誇るドイツが、いかに守り抜くかという構図が予想され、実際にその通りの展開となった。試合は、前半から両チームのつばぜり合いが続く中、ブラジルがやや攻勢を見せる。 MF、ジョゼク・レベルソンのミドルシュートはバーを叩き、前半終了間際には、ブラジルの絶対的 SFW ロナウドが、ゴール正面でフリーになるも、ドイツの守りの中心である GK オリバー・カーンが、足では、軸スーパーセーブを見せ、前半を、両チーム無得点で終える。後半開始直後はドイツが、攻勢に出て、コーナーキックのチャンスからフリーとなった MF イエンス、イエレミースが、 頭で合わせるも、ブラジルの GK マルコスに阻まれ、FW オリバーノイビルのフリーキックはポストに弾かれて得点ならず。その後、ブラジルの DF ジューベルトシューバとの接触プレーにより、ドイツの GK カーンが負傷、後に人体損傷の大怪我で、アコトが判明するもプレーを続行。すると、後半十二分、ブラジルの MF リバウドの無回転ミドルシュートをカーンが防ぐもボールを、 キャッチしきれずにファンブル。これを見逃さなかったロナウドがゴールに押し込み先制。後半34分にもクレベルソンのパスをゴール正面で受けたロナウドが2点目を叩き込み、ブラジルがそのまま2から0で勝利し、ワールドカップ最多の5度目の栄冠を勝ち取った。終わってみれば、8得点を挙げ、本大会ダントツの得点王に輝いた、ロナウドの活躍を象徴するかのような試合展開であった。 また、両チーム合わせて、イエローカードがわずか2枚と、ワールドカップ決勝としては1970年、メキシコ大会以来となるクリーンな試合展開であった。副審、第4の審判、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。